はい、皆さんこんにちは、 T です。さあ本日もバイクで行く東海道53次すごろく旅 Day 4をお届けしていきたいと思います。東京の日本橋から京都の三条大橋まで1日1回サイコロを振って旅をしていく一風変わった旅を最後までどうぞご覧ください。ここまでおさらい。1日目のサイコロは出目が14、静岡県の吉原市を目指していきますが事件です。箱根の峠の雨と霧にやられ目的地にたどり着けず、2日目のサイコロは振ることができませんでした。ということで2日目はもう一度吉原宿を目指します。三島宿、三島のうなぎはうまかった。沼津宿、原宿、吉原宿、名称左富士を見て人生で一番うまかったビーフシチューに出会います。 Day 2のサイコロタイム出目はなんと8微妙。 Day 3の目的地22番目の宿場町藤枝宿へ。三原宿、由比宿、興津宿、江尻宿、府中宿、真理子宿、岡部宿、藤枝宿、そして夜は静岡おでんをペロリンチョよ。デイ3のサイコロタイム出目は6。なんだかどんどんちっちゃくなっていく。というわけで本日デイ4の行く先は28番目の宿場町三つ毛宿へと参ります。どうぞ今日も最後まで楽しんでご覧ください。それでは行ってみよう。さあ出発でございます。旅始まって以来の一番の晴天でございます。いやいいね。やってまいりましたのは23番目の宿場町島田宿。こちらは商店街アーケード型の宿場町で、かつ石畳が敷いてあって綺麗に整備されておりました。いやー今日のサイコロで勝負が決まると言っても過言ではないですからね。頼みます、サイコロの神様。歌川広重の浮世絵でもあるように、ここ島田宿の特徴として大井川の橋渡しが非常に有名なんですね。なのでどうせならということで、そちら行ってカレーパンを食べていきたいと思います。さあここ蓬莱橋はなんと木造の橋では世界一長く、ギネス記録を持っているみたいです。全長897メートルと長え。さあそんなこんなでこんな世界一の絶景を見ながらカレーパンをいただきたいと思います。お供は牛乳です。ペロリンチョヨン。いやうまかったですね。さっきの蓬莱橋はですね、お金を払えば歩いて渡れるそうです、ただ今回は私はやはりバイクでしょということで、風を切ってこちら大井川橋を渡っていきたいと思います。気持ちいい。晴天走行最高でございます。さあそんなこんなで到着でございます。24番目の宿場町金谷宿でございます。
までで一番エモい、そしてタイムスリップした感じがすごいですね。いやー、めちゃくちゃおすすめでございました。余談ですけど、1日目が霧と雨の山の峠だったので、今回晴れてよかった。いやー、晴れの山ってこんなに気持ちいいんでございますね。さて、25番目の宿場町、日坂宿へと参りました。もちろん山の中にございます。歴史的建造物も残っていて、非常に見どころが多かったです。人気が少なくて草木が生い茂ってたんですけど、非常に整備された跡があって、いや、見る側としては非常にありがたかったですね。いやー、すごい。さあ、次の宿場町へと参りましょう。次の掛川宿はですね、おそらく小田原宿以降初めてのお城もあるし宿場町もあるよという、そういうちょっと栄えております宿場町で、非常に楽しみでございます。さあ、そんなこんなをしてましたら到着です。26番目の宿場町、掛川宿でございます。こちらは商店街アーケード型の宿場町なんですけど、お城と近いので石畳が綺麗です。お腹が空きましたので、かき氷森平さんへと参りました。看板がおしゃれ。普通シロップのかき氷多いんですけど、こちらはジャージーを使ってるそうです。ジャージーなのか、ジャージー、ジャージー、ジャージー抹茶金時、今回いただいてまいります。美味しかったです。ベロリンチョでございます。いや、いいですね。バイク乗りたい、暑いですからね。ありがとうございました。27番目の宿場町、袋井宿へと参りました。なんとこちらは53次の中でど真ん中、つまりこっから折り返し地点なんですね。やっと、やっとです。ど真ん中茶屋、絵のまんま、もう絵の中に飛び込みたいもんね、これね。いや、行きたかです。さあ、最後の宿場町、見附宿へと参ります。いや、ちょっと余談なんですけどね、 Day 1、Day 2、Day 3とどんどんこのサイコロの出目が下がってきてるんですよ。なので今日は逆に確率論でサイコロの出目が跳ね上がる、もうね、20が出るんじゃないかって今日朝からずっと思ってたんですよね。ただこの難しいところが、思いすぎると逆に出ないと、これね、こうスゴロク旅ならではの、こう思うと出ない、思わないと出るみたいな、どっちがいいんでしょうね。28番目の宿場町、見附宿へと参りました。
こちらはですね、完全に10キロ岩田化しております。宿場町の10キロの岩田化、いやこれもまた新しゅうござんした。さてお腹が空きましたので、天竜そば三河庵さんへと参りました。こちらあの天竜そばという名物があるみたいで、そちらをいただきます。飲み物はバイクのでノンアルコールビール。いやこれでもね、なんか気分的にはいいねと、慣れてきましたね。さあ本日のメインディッシュでございます。どうしてもですね、この天竜そばもそうなんですけど、まあ、天ぷらもいいとしてメインはこちら、マリコ宿でとろろ汁食べれなかったんでね、このとろろ欲求を満たしてやろうじゃないかということで、いやーペロリンチョよ、美味しかったわ。いやとろろ欲求満たしましてですね、いや本当ありがとうございました。ということで、無事にホテルにチェックインしてサイコロタイムへと挑んでいきたいと思います。いやいい感じで、はい、まあじゃあ今日ゴールできる可能性はなダーチだけ。ダーチそうですね、この終わり方からいくんだから、はい、じゃあダーチちょっと一人置いといて、いや今日悪いともうちょっと挽回効かないっす。そうですね、挽回今日っすね、マジで。多分ね、明日にはもう勝負決まると思うんですよ。それでは、はい、ダーチを除く3人でまず行きましょう。はい、なるべく近づこう。近づきましょう。うん、東海道53次すごろく旅の明日はデイ5になります。はい、早いもので、はい、デイ5の行き先を決めるサイコル行きましょう。はい、行きますよ。はい、せーの、よいしょ。やばいじゃん、やばいよ、ティーちゃん、それはやばいんだ。え、何してんの君ら。マジで、え見間違い、見間違いっすよ。ティーちゃんちょっと見にくいな、よく見してくれよ。やべえ。そんなことあんだ。え、エンさんは11。もう帰る気あんのか。おい、やば、なにこれ。お二人は何をしてるんですか。いや、これちょっとやばいっすね。何が起きたんすか。一言で言うと、バカなんですか。いや、まずいな、これ。いや、本当にひどいよ、これは。さあ、じゃあ、抱いていきますか。やば、ちょっと。これ、20とか出ちゃうんじゃん。統一感がひどい。44にいるので2桁が出ればもうゴールですね。そうですね、半分以上の確率で僕は勝ってしまう。何が正解かちょっと分かりませんけど、まあ言いましょうか。はい、はいはい、では東海道53次すごろく旅、これがデイ5の最高ですか。はい、10以上でゴールです。はい、2桁が出たら僕の勝ちですね。そうですね、それではいきます。はい、はい、2 2、やば、危ねえ、呪われてるな。君らの1と一緒にしないで。いやいやいや。バランスを取る2だからね、これはね。うん、まあ、ちょっと本当に勘違いしないでいたい。バランスを取る2だから。呪われてるわ今日。バランスを取る2って何なの。はい、ということでデイ5の行き先でございます。1位ダーチーさんで亀山、2位がエンチさんで四日市、3位がタマッチでシラスカ、私4位が浜松でございます。くー、やってもたー。さあ次回、下がりに下がったデメは上がるしかないということで、次回は浜松へと参ります。崖っぷち起死回生の一手なるか。ということで、この動画が良かった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら、さよなら。